ロバート・カーターはアメリカ合衆国ジョージア州出身のプロバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。206センチメートル、114キログラム。1994年4月4日、ジョージア州トーマスビル生まれ、小学校はスコット・エレメンタリー、中学校はマッキンタイア・パークミドルスクールを卒業した。 スネルビルの白ハイスクール在学中には U-18、アメリカ代表候補に選出されている。高校を卒業後、NCWA 一部アトランティックコースとコンファレンスに、所属するジョージア工科大学に進学、バスケットボールチームイエロージャケッツに入団した。一年次からスターターを勝ち取り、主力として31試合に出場。 31試合で先発して1試合平均26.4分出場、9.9得点、6.7リバウンド、1アシスト、1ブロックを記録、ACC オール、フレッシュマンチームに選出された。U-19 アメリカ代表候補に選出された。2年時の12月29日のシャーロット、4 9ナーズ戦で、左膝半月板損傷の怪我を負ったため欠場が、 続いたことで、2年次の成績は23試合に、出場して18試合で先発。1試合平均26.8分出場、11.4得点、6.4リバウンド、1.1アシスト、1.1ブロックを記録した。2年次のシーズン終了後に、ロバート・カーターは、ジョージア工科大学からの移籍を希望し、同期間に ACC から、 ビッグ10カンファレンスへ移動したメリーランド大学のチャールズ・ミッチェルとトレードのような形で NCWA 一部ビッグ10コンファレンスに所属する同大学に移籍しバスケットボールチームメリーランドテレペンズに入団した NCWA のレギュレーションで移籍したシーズンは試合に出場できないためレッドシャツ制度を利用して練習のみ参加したこの期間に 肉体改造に取り組み 8.2kg の減量と体脂肪率を6%絞り込んだ。3年時はメリーランドテレペンズの主力として活躍。36試合で全試合先発。試合平均26.4分出場、12.3得点、6.9リバウンド、1.9アシスト、1.3ブロックを記録した。オールビッグテンセレクション。 ビッグ10スポーツマンシップアワードを受賞した。3年時のシーズン終了後には、4年時のシーズンへの参加を選択せずに、メリーランド大学を卒業して2016年の NBA ドラフトにエントリーした。2016年の NBA ドラフトでは指名外となり、2016年の NBA サマーリーグではゴールデンステートウォリアーズでプレーした。 2016年7月30日にイタリアセリエ A のニューバスケットブリンディジと2016の17シーズンを契約平均13得点6.6リバウンドでフィールドゴール成功率 52.5%3 ポイント成功率35.5%を記録した2017年の NBA サマーリーグではデンバーナゲッツでプレーした2017から18シーズンは リトアニアのライオ・トゥーボス・ライトスと契約したが、12月5日に退団。同日にトルコスーパーリーグのゴジンテイップ・バスカッテバルと契約した。8月13日にはゴジンテイップ・バスカッテバルを退団し、中国プロバスケットボールリーグの石膏、ゴールデンブルズと2018の19シーズンの契約をしたが、最終的に同チームでプレーすることはなかった。 12月23日には、トルコスーパーリーグのアフヤヌビレリと契約した。2019年の NBA サマーリーグでは、ロサンゼルスクリッパーズでプレーした。2019年7月24日は、日本の B1 リーグ、シマネスサノーマジックと2019の20シーズンの契約をした。35試合に出場し、1試合平均21.2得点、10.2リバウンドを記録。 また3ポイントシュートは282本の品上げで96本の成功で34%の成功率だった。96本の成功数は同シーズンのリーグトップの成績である。新型コロナウイルスの日本国内での感染拡大防止のためにリーグ後半戦は打ち切りとなり、ロバート・カーターは島根を退団した。2020年9月18日に、 日本の B1 リーグ、横浜 B、コルセアーズと2020から21シーズンの契約をした。ただし、新型コロナウイルスの日本国内での感染拡大防止の影響で、日本への入国に厳しい制限が続いていたため、シーズン開幕の9月に入っても入国できない状態が続いた。9月10日から B リーグ外国籍選手の条件付きでの入国が、 認める方針が定まったことから10月16日にロバート・カーターの入国が発表された。なおこの条件とは現地出発前72時間以内のコロナウイルス検査での陰性の証明、日本入国時に空港でコロナウイルス検査の受験、14日間の自主隔離などである。11月2日にチームに合流した。2020から21シーズンは 合流後は、スターティングメンバーとして、シーズンを通して、出場を続けた。45試合に、出場、1試合平均で29.7分出場、17.4得点、7.8リバウンド、3.2アシスト、0.9ブロック、1.1スティールを記録した。ありがとうございます。